歯ニック炎周囲についている応変部が、脂石脂石は、歯に付着したプラークが除去されないまま、長期間体積し石灰化した沈着物。脂石自体には、病原性はないとされるが、新たなプラークが付着しやすくなるため、歯周疾患の原因とされ、歯石の除去は、歯周治療において、とても重要である。脂石は長期間除去されないままになっているプラークが、唾液や、 ハニクミゾしん液に由来するカルシウムによって石灰化して形成される。刺繍組織の状態は、刺繍組織の破壊されている進行度と脂積の沈着量に大きく関係している。脂積そのものに直接的な病原性はないが、脂積表面は荒作りであるためプラークの付着が容易になりプラーク蓄積の増悪因子となる。蓄積したプラークは刺繍組織に炎症。 破壊の刺激をもたらす主要因となる。歯肉の変炎を基準に、歯肉炎により上にできるものを歯肉炎上脂積、歯肉炎により下にできるものを歯肉炎下脂積といい、その性質は大きく異なる。歯肉炎により上にできる歯肉炎上脂積は唾液中の成分に由来するもので、開白色を呈する。唾液腺の開口部が後発部位である。 形成速度は速いが、紙面への固着力は弱く、比較的容易に除去することができる。歯肉口内もしくはポケット内の歯肉溝浸出液や、感染した、刺繍組織からの浸出液、血液由来の黒化死色の脂石である。形成速度は、歯肉炎上脂石に比べると遅いが、密度が高く固着力も強いため除去は困難である。歯肉炎上脂石では十六からントが、 歯肉炎化脂では32から78%が無機質で残りが有機質である。4種類のリン酸カルシウムを主成分とし、他に炭酸カルシウムやリン酸マグネシウムなどが存在する。近体成分、白離上皮細胞、白血球等が存在する。歯肉炎上脂積では唾液等タンパク質も含まれる。一旦脂積になってしまうと患者が、 ブラッシングで除去することが困難になってしまう。そのためプラークの段階で除去することで予防する。最も基本的な予防として、ブラッシングがあるが、個人での完全なプラーク除去は不可能とされる。ピロリン酸、酢酸亜鉛入りの歯磨き剤は有効である。歯肉炎上脂石か、歯肉炎か脂石かを問わず一旦脂石になってしまうと、ブラッシングでの除去は困難である。 そのためスケーリングによる死石の物理的排除が必要となる。ただし、歯肉炎化死石については単身等による触地しかできない場合や触地すら困難な場合がある。歯肉炎化死石で歯周ポケット深部に蓄積した死石はスケーラーの到達が困難だったり、触地できず取り残す恐れがあるため、歯肉白脂により死石除去を行う、歯周外科手術を行うこともある。 ABCDEFGHIJKLMNOP52 施政事編臨床歯科エビデンス詩集病と微生物学のビジュアルラーニング難山道2007年13ページ ABCDEFGH 出口新時第2章詩集疾患の特徴と関連因子1詩集疾患の極在性就職因子と症状1詩積ザペリオドントロジー泉雄一 沼部幸弘、山本松尾、木下厚弘、長瀬書店、京都市上京区、2009年10月14日、第1六66から67ページ。ISBN 978から4から 816012082E。E、ウンシ戸 BA919312X。ABCDEF ボブ1 0と、8ミネラル平行における大気の役割、汚色。 三色章並びに、史跡の形成、大祈場と高校の健康マイケル・エドガー、コリン・ドース、ドニオ・マランス、寛役、渡辺・シュゲル役、稲葉大輔、大宝霊、香西・勝幸、高橋・信弘、田熊・康信、広瀬・渡るな、三畑・千恵子、元川・渡る、渡辺・シュゲル、いはく出版、東京都文京区、2008年6月10日、第二版第一冊、 102から114ページ。ISBN 978から4から263442661。ベリーニ HT、アーンバーグ P、ホンデアフェア FR、オーラルハイジーンキャリーズ、A レビュー。アクタオドントルスキャンド39、257から265、プミド7039,213。ありがとうございます。